下通り来てます。すごい人で、今裏通りの、これを裏腹ってまだ呼ばないと思いますけど、裏通りの静かなところに来て、ここはタバコが吸えるから、ここでお茶を飲んでます。あ、写真撮ったので見てください。こういうなんかのレインボーの綿飴が売っていて、1個900円もしますけど、もうすごい行列を作ってみんな食べてます。なんかね、竹下通りって僕が記憶にあるのは大学生の頃、もう約25年以上前からこんな様子でずっと変わんなくて、相変わらず、この間もそんな話しましたね、相変わらずクレープが売ってて、でみんなで道端で食べてで、ガールズファッションが そこから発信してる。外人がね、ますます多くて、もう見た目わかんないけど、韓国、中国系の人たちが多い感じがします。今ここは本当静かでとってもいいですね。でも僕らはね、これ今娘がいるから竹下通りに来てるけど、娘がいなかったりしたら来ない場所ですね。でもファッションでちょっと参考になるところもあって面白いですよね。あとで原宿竹下通りこんな様子ですっていう動画も撮ってくれます。大体揃ってるみたいです。まあ本店と言ってもいいんで、原宿もハロウィンすごかったですね。今日渋谷の夜やばいんじゃないですか。で迷ってると思うんですよね。今日の晩に
集まるのか、正しく10月31日に集まるのか。ハロウィンってどういう意味か、意味があってやってるか知ってますかね。そんなことどうでもいいのか。邪気を払うとかそういう意味でしょ、世の中の。確かそもそも、でも日本はお祭りなんだ、クリスマスと一緒で。久しぶりに都心に来ると人が多すぎてダメですね。新宿に車止めて、そこから山手線で行きましょう。正解です。もうあの表参道もすごかったもんね、人が。あの中歩くの大変だよ。花火大会ばりの人の群れですね。中地の田舎から来るのもいいじゃん。半日で疲れますね。で、7、8年前までは、ね、会社勤めしていて、常にああいう場所にいましたね。体がもうついていかない感じですね。お知らせとしては取れてる。お知らせとしては動物手袋の冒険用品バージョンが来週発売になります。まだ手袋入らないですよね。今日のちょっと暑いもんね。だからちょっと発売が来週になるか、もうちょっと遅れるのか。大橋っていう鳥がいるし、ここのくちばしがこう黄色くてこんな大きくて、目のところと目の周りがね、ブルーとかオレンジとか赤とか黄色とか入ってる大きな鳥ですけど、その色をイメージした手袋、結構カラフルな手袋が出るんで楽しみに。で、2種類作っていて、もう一つは北欧手袋みたいな、それはまだね、出来上がってないんだけど、まあ時期ですね。それも楽しみ。ネックウォーマーと靴下、冬用の靴下ですね。そのあたりもつい11月の、例年だと11月の下旬から冷えてくるので、そのあたり欲しくなってくるんですよね。今日は尺があるかな。ね、YouTube になるぐらいの尺になったかどうかわかんないですけど、ちょっとそういうことで。